俳優、佐々木倉之介が主演し、10月24日からスター、する MBS、TBS ドラマイズム、マイホームヒーローの場、写真が一挙公開した。さらに、今作の主題歌が、ザオーラルシガレッツ、イエロー、決定した。2017年から、ヤングマガジン、講談社で連、中の同名漫画、原作、山川直樹、漫画、浅本正史、原作、愛する、 一人娘の彼氏を殺害し、その死を隠蔽することから、物語は始まり、を殺めるという、拭えの罪を抱えた、推理小説、宅の平凡なサラリーマンが、ミステリー地で培った頭脳と、家族愛を武器に、社会の闇と、テイく姿を描く。今年4月には、テレビアニメ、され、10月からのドラマ放送後、2024年、春には、 映画版、劇場公開が決まっている。実写版では、佐々木を、地め、高橋京平、なにわ男子、斉藤飛鳥木村貴、天衣栄作、おとう拓心、淵上康史、内藤周一郎らので、が、明らかになっている。21日よりスタートした、ザオーラルシガレッツ、ライブツアー、ザオーラルシガレッツプレゼンツアンダー、アバウトホーローツアー2023、北海道編初日。 北見公園で大歌起用を発表。ボーカルギターの山中拓也、もともと原作漫画のファンということもは、かねてから大好きだった作品の主題歌を勘、させていただけて大変光栄とコメント。そし、イエローという楽曲の由来に関しては、黄色は太陽のうな、明るく優しいイメージもありますが、そう、一方で危険信号の色という側面も持っていつ。 行き過ぎた愛を表現するのにぴったりな、だと思い、イエローという楽曲を書かせていただきま、たと楽曲に込めた思いを語っている。また、青、高博監督は、ザオーラルシガレッツの皆さんは、全員がドラマの仮編を見てくださり、自分が思うドラマの世界観とても真摯に受け止めてくださいました。で、上がった楽曲は、 自分が想像していたよりも、がに素晴らしいものでしたと絶賛している、のほど、娘の彼氏、マトリのベニーを殺めてしま、トステツオ、佐々木、顔のあざが、あらわになった例、斉藤、ハングレ集団の若きエース、マ島京一、こう、だが、原作でも、話題のシーンが、ドラマではど、ように表現されるのか。放送を1ヶ月に控え、ど、ばめん写真が、先行解禁された。 本編への期待、高まるカットとなっている。